夕暮れ、人影もまばらになったあれカラスコ島。誰しもが家路を急ぐ頃なのに、アホな子はですね、まだデーンとですね、あれカラスコ島に居座り続けていました。この日は建国記念の日だったんでね、自衛官は満官職をやっていました。自衛官がね、満官職を行うのは建国記念の日、天皇誕生日、憲法記念日、海の日、文化の日、そして自衛隊記念日のね、年6回。まあ年に6回しかやらないんで、しかもね、事前練習もしないせいかね、割とね、旗を上げてる最中に旗なりなんなりが絡まってね、止まったりとかやり直しをしたりとか、そういうところはね、よく見ます。まあ仕方ないんですね。仕方ないんでしょうね、年6回しかやりませんからね。この日はね、風があるけど、そんなにね、冷たい風というわけでもなく、心地よい、どことなく言えばね、心地よい、そんな風が吹く日でしてね、こうやってこう、カメラを回しながら、ぼーっとね、座っていました。なんかね、いいですね、こういう時間もね、たまには。片手にね、ビールでも持ちながら、持ってね、で、飲みながらこうね、ぼーっと過ごすのも、それはそれで楽しいかとね、思うんですけど、まあ、藤原さん、常に車で移動してるもんで、そういうわけにもいかないんですけどね。まあ、そういうことで。でもね、旅行でこう、アクセク、いろいろ見て回るのもね、楽しいかもしれませんけど、こうやってね、ぼーっとする時間、そういうのもね、またこれも味があって楽しいとは思いますね。そうやってぼーっとしてましたらね、呉に日暮れを告げる船がやってまいりました。夕方クルーズってやつですね。これが来るともう少しでね、自衛艦機、国旗のね、降下時間ということにね、なるんですね。で、日没5分ぐらい前になりますとね、こうやって自衛官の方が艦尾とか艦首とかに行かれてね、艦首に掲げてある国旗、艦尾に掲げてある自衛艦旗の方のね、降下の準備に入るわけです。大体ね、多くの人が艦首方向の国旗のね、降下の方をよく取られてるんですけど、後ろのね、自衛艦旗の降下の方がゆっくりですし、でね、こうやって自衛官の方もね、たくさんいるんで、見応えはあると思うんですけどね、ちょっとね、遠いような、そんな気がしますけど、まあ、頑張って撮りましょう。それでは、国旗自衛官旗の降下です。後ろの方にね、満官職の旗がはためいてるのがわかると思うんですけど、これもね、一緒におります。それでは、皆様ごゆっくりどうぞ。
こうして国旗自衛艦機の降下が終わりますと、船体の前とか後ろとかですね、あそこら辺についてる明かりがつきまして、でまた街灯がついたりしてね、ああ日も暮れて一日が終わったんだなとかね思うわけです。ね、これを撮った後藤原さんはね1時間ぐらいかけてまた家まで帰るわけですけど、まあそれはそれとしてですね、またとりあえずね今回はご視聴ありがとうございました。最後にねタイムラプスで撮った、三峰の山の上からねタイムラプスで撮った動画を一本入れときますんで、よろしければごゆっくりどうぞ。なかなかね綺麗に撮れたとはね藤原さんは思うんですけど、それではこれにて失礼します。ご視聴ありがとうございました。